寒くない、天気もいい、ね、行ってみましょう。おっと、トラムが来ました。何番でしょうか。さあ、やってきました。はい、おはようございます、ね、今日は12月の25日、ね、あ、忘れてた。アドベントカレンダーは昨日で終わったんでした。今日はね、私の最近のお気に入りのね、ジャーンのダックコーヒーを飲んで一日をね、始めていこうかなと思います。昨日は予約をすっぽかされる時期に巻き込まれましてね、あれでしたね。まあ結構特殊なんでね、家に行ってね、ヘアカットをするっていうのは結構特殊なんで、まあ警戒する気持ちはすごいわかるね。男の人がね、家に行ってね、行くという行為がね、やっぱ警戒されるというのはすごくわかるんで、住所をね、直前まで教えたくないと。もしまあまあ何かの防犯的なことでしょうね。まあね、実はね、結構ね言われるんですよ。住所はちょっと直前、まあでもわからんじゃないですか。やり取りは E メールでやっててね、12時から2人、そう、12時から2人で予約取りたいですという、何ちゅう名前だった、ジェイソン、え、違うな、女の人の名前だな、ジョナサン、違う、男じゃないかみたいな。で、近くに行ったら、このストリートに住んでるからって言って、ストリートに行ったら、じゃ あのメッセージするねみたいな感じの話だったんですけど、もう全然なかったですね。全然メッセージ送ったんですけど返信がなくて、まあまあそんなことになるんじゃないかなと思ったんですよね。昨日はまあ天気も良かったしね、保険的な感じで多分予約を取って、もうもし何もなかったら髪の毛でも切ろうかみたいな感じじゃないかなと。まあ昔まで一回あったんですよ、実は。そう、まあ、まあ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 、そんなこともたまにはありますよということですね。まあでもそのおかげでね、ちょっと時間ができてね、久しぶりにダイヤモンドスタイルさんね行って、美しい家具たちを見てね、心機一転、今日からでまた頑張ろうかなというところなんですね。コップがない、準備が。
り。おいしい。おいしいですね、やっぱり。さあ、今日もね、今日はね、まだね、しのちゃんのね、おやつがね、食べきれてないやつなんでね、ついでにこれを1個あげて、ね、一日を始めようかなと思います。よし、電車寒いかな。行ってみましょう。ではでは、良い一日を。早いって、呼んでないじゃん、まだ。もうないない。